transporter in mission. How did you get caught up in all of this?映画をご覧いただいての感想をいただきたいんですけれども、はい、いかがでしょうか。そうですね、本当にスピード感があって最後までずっと興奮してました。そしてアクションも本当にもうとにかく速いし、いろんなものを使ってアクションするシーンがなんか頭も良くてかっこよくて本当に言うところないなっていうふうに思いましたね。すごく面白かったです。 Thank you. どうもどうも。さあ、エドさん、今回初来日ということなんですけれども、日本で行ってみたいところ、やってみたいことなどありましたら教えてください。 I've been so lucky to have had the last two days off、in Tokyo, and we went to Akiba, which was a great place for me.、I'm a huge comic and manga fan, so it was wonderful. And ここでこの映画トランスポーター、イグニッションの大ヒットを祈願しまして、エドさんにはですね、ちょっと異色なんですけれども、瓦割りに挑戦していただきたいなと思っております。20枚の瓦を割っていただくということで、怪我しないんですかね。ねえ、うわ、もちろん初めてされると思うんですけれども、はい、では Ready?Okay. Three, two, one. Whoa! びっくり。お見事。痛くないですか、エドさん。大丈夫ですか。No, no, no. It was actually easier than I expected. It was a unique experience. Life is all about experience and.Yeah, I'm very thankful for this experience. It was great fun. Next time, double. いやー、かっこいいですね。さっきからかっこいいしか言ってないんですけど、本当に一発で割るっていうのはすごいですね。初体験で初めてですよね。Yes. いやー、初めてです。すごいと思います。